でしょう。テロスとの戦闘でコアを傷つけられたんです。機体に対するダメージや制御系のプログラムならいくらでも修理は効きます。でもブラックボックス部分が壊されては僕たちでは手の施しようがありません。そんなことないわよ。直せないわけがないわ。アレン君だって博士だっているじゃない。主任、分かっているでしょう。コアを直せるのは設計者であるケビンさんだけなんです。コスモスはもう動くことはないんです。コスモス